何の音ですか。ドア開いてますよ。ああ、普通の音だった。普通の音だった。普通じゃないよ。当時、勝野交通は2020年4月に発足した旅行好き、気柄好きのメンバーが集まる身内旅行団体。行きたい時に行きたいところへ。過去並みに軽率な運行はしませんが、今日も天王寺勝野交通は走ります。新潟方面、スターブルーム新潟八千代港の出発です。これより車内設備などのご案内をいたします。旅行企画のツイッターへの投稿を承認しています。専用ハッシュタグスターブルーム新潟八千代2020-08をご利用ください。休憩中や人移動中を中心に触媒としても利用でき、無料の Wi-Fi サービスを使用することができます。接続キーは担当者にお問い合わせください。休憩時間中は乗務員の睡眠を含む場合があります。睡眠不足は重大インシデントで、睡眠を伴う長時間休憩を実施する場合は運行管理者よりお知らせがありますのでご協力ください。その際、サービスエリアの施設でお過ごしいただいても問題ありません。広子らーダメにこわー。今回、沸騰新館は2カ所立ち寄る予定です。各施設では1時間以上の滞在時間が設けられ、運行中のお願いです。運行中は突然揺れる場合がありますので、シートベルトをご着用いただき、しっかりとチェアにご着席ください。各休憩時は周辺の交通にご注意ください。車気をつけて。魔王今日財布忘れちゃって。休憩時エリアでのお忘れ物にご注意ください。購入したグッズなどは座席下などの空いているスペースに収納していただくか、利用者の後部タブ内にお載せください。グッズの在庫状況は常に変わります。すでに全会期で売り切れとなっている商品もありますので、最新の情報にご注意ください。福島県新潟方面行き、長い運行時間となります。どうぞ目的地までごゆっくりとお過ごしください。もしあの行方に気を怪しいんだよ。さあ、必要でしょうか。学校行きながら連載してるなんて、やっぱりすごいです。この色気、さすがティーンズラブの愚かさ。締め切り前なの疲れてるの。疲れてるの。これは実話であり、関係者の証言は元にしていますが、公式記録、専門家の分析など存在するような立派な動画ではないことにご注意ください。2020年7月、日常の祭典、この夏、新潟へ、ということで、ちょっと車で行ってきました。ところで、東京から新潟へ車で行く場合は、関越道及び北陸道の利用が一般的ですが、所要時間は最速3時間ほど、昼12時に出発しても、16時頃には、もう新潟に着いてしまいます。それだったら夜出発でもいいのではないか、と思うかもしれません。しかしこの車、先ほど車内案内ビデオでも若干補足されていましたが、道中近い場所にあるコミックガールズの聖地、福島県白河を経由して運行します。観光もするので、所要時間は約22時間。キララ店も楽しめて、関連作品の聖地も楽しめるキララ店への移動には最適のルートで運行します。窓が先輩生きてます。はい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 
メ、運転手ダメ。マコさんが最中に来る。いやでも、羽生の方が大きかった。すごいなんかめちゃくちゃうまそうなフランクなんだ。あら、やばそう。なんか肉汁あふれてきそうな。パキッと弾けてあふれる肉汁。あ、やばい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 。刺しただけモデルきてる。やばいやばい。うわ。おお。当選おめでとう。熱中症注意の気温でそんな辛いものを食べていいのかっていう。いや辛いのはいいですよ、発汗作用がある。なんか七賢者で多分カルダモンが賛成なんですよ。石がないんですよ。でも昨日の夜は作業しようとしててタイムライン覗いてて気づいたら3時になってて締め切り前なの疲れてるの。寝ようと思って BV やろうっていう感覚が芽生えて聞くなんて大バランかましたから、あダメだもう寝ようって。止まんなくなったら EV です。これは本当のコーヒー。え、いいの？コーヒーかと思って普通にもらおうとしたけどペットボトルだった。旅をするために必ず何か出るよね。そのためのこいつなんだよ。もっとハンバーガーセットは食わないけど、入らない。